ヨハンルドルフ・ツムシテイクの肖像ヨハンルドルフ・ツムシテイクはドイツの作曲家、宮廷学長。シュトットガルトを拠点に作曲家や合唱指揮者、音楽教師として活躍したエミリエ・ツムシテイクの父親である。ビュルテンベルク公爵の近似の息子として生まれ、10歳で、もともとは彫刻を学ぶために、シュトットガルトのカール高等学校に入学する。 しかしながら顕著な学祭が認められたために、結果的に音楽教育を受けた。ヨハン・フリードリヒズ・オイベルトとエーベルハルト・マルテレに、チェロー、アゴスティーノ・ポールに作曲を指示した。在学中に、フリードリヒ・シラーと知り合いになって、進行を結び、後に、ツムシュテイクは、シラーの数々の詩に曲付けをした。シラーの儀曲、盗賊、ディロイバへの曲付けは、 つむしテイクが卓越した詩人と、どのような共同作業を行ったのかの恒例である。1781年に、カール学校を修了すると、チェリストとして、宮廷楽団に就職した。1783年に、ルイーゼ・アンドレーと結婚して7時を設ける。1785年には、母校カール高等学校の教員となり、1791年には、宮廷劇場で、 ドイツ音楽の指揮者に任命されており、在任中にカール高等学校の音楽、舞踊研究科の監督も務めた。翌1792年に校尺付きのコンサートマスターの肩書きを授与され、旧市アゴスティーノ・ポーリの公認として、宮廷学長に就任した。1802年に42歳で脳卒中のために溶接した。活動の絶頂においてつむしテークは、 シュバーベンの宮廷と密接な関係を持っており、1791年にはクリスティアン・フリードリヒ・ダニエル・シューベルトの死去により空席となった学長職に任命されている。在任中のツムシュテイクは宮廷を支配するイタリア音楽の影響力に遭遇しドイツ人作曲家を擁護した。最終的に1802年に死去する際に有した地位は 宮廷楽団のコンサートマスターであった。つむしテイクは、シュトゥットガルトにおける、モーツァルトの歌劇の擁護者でもあり、ドンジョバンニやコシファン・トゥてテ、マテキのシュトゥットガルト初公演を実現させた。作品は、歌劇や合唱曲にまで及んでいる。つむしテイクがドイツ語の歌曲の発展に取り分け、歴然たる影響力を及ぼしたことは、繰り返し論じられてきた。つむしテイクは、 リートやバラードの多作家であり、とりわけバラードは、カール・レーベや若き日のフランツ・シューベルトに多大な影響を及ぼした。ツムシュテイクのおそらく最も名高い作品は、1800年から1805年にかけて、ブライト・コプ・フーンとヘルテル社により出版された、7巻からなる小歌曲集とバラード集である。この曲集はドイツで高い人気を勝ち得て、 1830年代まで有名であった。2009年にエイジ・オブ・インライトメント、管弦楽団によって、チェロ競争曲の録音が発表された。ありがとうございます。